久しぶりです。どうもどうも。こんにちは。どうもどうも。約1ヶ月ぶりですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、やっちゃいました。ぎっくりってやつを。先週の、はい、月曜日だから、まあ、金曜日までちょっとまともに歩けない状態で。もうベッドっていうか布団から起き上がる時もさ、どうやって起き上がろうかなって痛くない体勢を探すみたいなうーんみたいな、そんなそろそろとしか動けないみたいな、そうそうそう、こう、はい、オフオフって感じ、ちょっとなるべく足を上げない振動を加えないように歩くみたいな、そうそうそう、もうこうい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 う、はい、マンションのエレベーターの、はいはい、止まる時にやっぱこうグーってあるじゃないですか、それがそれが痛いんだ、ゴンってくるんだ、普段なんてことないものが響いてくるんですね、刺激があるわけですね、体に緊張が相当出てしまって、足もちょっと今見たら歩く姿勢がちょっとこう足が上がらないっていう風になってましたね。やばいですね。やっぱ力がやっぱずっと寝てたのもあるんで、体がなかなか言うの聞かないですよね。なるほど。今、前屈がしにくいそうで、はい、はい、じゃあお願いします。はい、精一杯って感じですかね。そうですね、いつもよりだいぶ硬くなってますよね、全然やっぱりね、体がね、前、本当前、右に傾いてたんで、はい、ね、外側が外ももの方から、はい、あ、はいはいはい、なるほど、あとやたらに、はいはいはい、あの左の足の裏が痛い、左の足の裏が痛い、やたらに痛い、はいはいはい、ずっと痛い感じです、あ、ずっと痛いですねあ、その姿勢とか関係なく足裏は痛い、痛い、痛い、足裏が痛いですね、だからあの、はい、コロナになった時からもずっと痛いんで、はい、ずーっと足の裏にこう電気マッサージとか当てたりとか、はいはいはい、だからここがめっちゃ痛かったんです、ここが痛い、はいはいはい、特に右なんですかね、右が、はい、あの角度違いますね、右肩の方が下がってる感じですね、肩甲骨で 見るとより分かりやすく右下がってますね、おここなんだろうんですね、僕もくねくねがありますね、こっちちょっと右に行って、うん、左に行って真ん中に戻るみたいな感じで、ひどいですね、割とくねくねしてますね、うん、右、左、右、真ん中っていうような感じで、ありますね、じゃあ右で、本当右ですね、うん、右がすごいやっぱり詰まってますね、はい、右肩が下がって右骨盤が上がってるので、うん、こんな違ってますね、腸骨の高さ、うん、でここに来るんですけど、まっすぐ横に持ってくると左ここで指幅で4本分、うん、すごい違っちゃってます、うん、はい、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。立った状態で見たんですけど、やっぱちょっと背骨がね、くねくねしているのが分かりますね。はい、で、左に行って、右に行って、真ん中に戻るっていう3回ありますね。はい、ひどい時は背中が熱かったですもん。炎症がある感じだったんですね、きっとね。さっきだとあの、まあね、寝てるのとね、あの立ってるのとで重力のかかり方違うんで、今だと右が上がってるんですけど、右の方が高い位置にあるんですけど、まあ、どっちにしても歪みっていうことなんで、それは取っていく必要がありますね。で右の骨盤高いですね。足の長さも見ときましょうか。足合わせると右がだいぶ短いですね。はい、かかとが合わないですね。ふくらはぎの痛さ見ますね。左側。ああ、その辺痛いです。その辺痛いですね。はい。はい、右側。ちょっと痛いですか ね。右より左の方が痛かったですか。うん、ちょっとね、そうですね。はい、ちょっと、うんうんうん、ピクンってきましたね。そうですね、わかりました。ちょっと、そうですね、左側の方が、ここですよね、下の方がちょっと痛かったですね。はいはいはい、で、肩首見ていきますね。はい、はい、じゃあ肩見ますね。
すごい、こういうのありますね。おおおお、右の状態と、いやいや、痛いですね。あ、左側までですね。左の方が痛くなさそうですね。そうですね、はい、あ、右痛かったですね。あ、痛い痛い痛い、これすごい痛いですね。今、左はそこまでじゃないですね、はいはいはい、首、あ、痛いですね。まあ、左も張ってますけど、まあ、どっちかというと左はそこまでね、痛いってならないですかね。あ、痛いですね。はい、じゃあ右ですね。話を行いますね。両方の手をこっちに、ね、はい、こういうことですね。あとちょっとあれですね、ベッドに対してちょっと右の方に少し流れてる感じがありますので、そうですね、はい、全然気づかない、若干ですけどね。今これぐらいですかね。やっぱ歪んでるんですね。歪んでるんですよね。そうなんですよ。なんか今これでまっすぐなってるんでしょうけど、すごく違和感がありますよね。違和感辛かったり言ってくださいね、はい、今のところ大丈夫ですか、ね、もう全く問題ないですね、むしろ気持ちがいいです、はい、1日の睡眠時間って4時間とおっしゃいましたっけ、今はどのぐらい出てますか。今はもう6時間ぐらいで、はい、しました。なるほど、6時間でも、まあ、ショートスリープの方もいらっしゃるんでね、まあ、分かんないですけど、結構昼寝とかもした方がいいとか言いますしね。そうですね、うん、1日の中で8時間ぐらい寝てた方がいいんじゃないですかね。そうですね、あの、ね、倒れてる時は、うんうんうん、たくさん寝てました。そうですよね、もう寝ることが回復になりますからね、時間じゃやっぱ全然ね、目の疲れとかが追いつかないですよね。だって多分何も追いつかないですね、何もかもが何もかもが追いつかない、やっぱり気持ちだけが先行しちゃって体がついてこないし、ね、うん、まあ本当それは体も悲鳴あげますよね。そうですね、だって20時間起きて動いてるってことですもんね。そうですよね、結構とんでもないですよそれ。あの昔 の、 あの、うんうん、バブルの頃の猛烈サラリーマン的な感じですよね。あ、うん、なんか24時間戦いますかみたいな。ありましたね、そんなのね、とんでもない。危ない。すごくね、やりがいがあってやってても苦にならないんだみたいな感じだったらね、いいかもしれないですけど、でも結局でもそれって体がね、やっぱりどっか来ますよ。ちょっとでもやっぱりもう疲れてるから休みたいなと思いながらの仕事とかはやめた方がいいですよね。たまにならね、無理しても、そうですね、まあ、じゃあ回復できますけど、ね、続いちゃうとね。ね、何かの大会があるとか、文化祭があるとか、そういうのって、ね。そうそう、それで追い込んでも、そのね、ちゃんとカタルシスがある、うん、や、あとは休めるだったらいいですけど、ね、はっきり決まってないものでずっと続けるってなると、やっぱり無理がありますよね。ね、それ日常はきついですね。きついですよ。
じゃあ下ろしますね。下ろしてください。はい、はい、じゃあどうなったか開けますね。だいぶ柔らかくなりましたね。おー、本当だ。はい、両方ともそんな痛みが左右差はない感じですかね。うん、はい、はい、で、さっき痛いっていう痛いだったですけれども、首の方も緩みましたね。相変わらずのお手伝い。背伸びの歪みも見ていきましょうね。随分まっすぐに見ましたね。背伸びはでも、まあ、なんとなく分かりますよね。スーッと降りていく感じになりましたよね。はい、で、横骨の高さもまあほぼ同じ状態ですね。やや右が高いかなって感じもありますが、さっきに比べるとね、ほぼ揃って、うん、まあ若干指半分分ぐらいかなぐらいの差ですね。だいぶ収まってますね、肩の高さも。腰なんですけども、腰も、まあ、ほぼ同じっていう状態で、右に左がね、まっすぐ水平に来てますね。で、後ろの股も、まあ、ピタッと来ますね。はい、で、ふくらはぎの痛み方見ますね。同じように押していって、大丈夫になりましたかね。おお、ほんとだ。はい、不思議。はい、今、左がね、ピコッとくるような痛みが出てましたけど、なくなったということで、はい、大丈夫ですかね。はい、はい、ではこれで体の状態はまさぐさがったように取れたようにはなりましたね。で、まあ、右の方がね、あのちょっと筋張ってる感じがまだ残ってるということでしたね。うん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。哲也さんもチャンネルをお持ちです。すいません。はい、概要欄に貼っておきますので、よかったらはい、また別のね、角度からの別の編集で見ていただけますので、はい、お楽しみください。よろしくお願いします。いろんなこともやってます。他のね、フリーマッサージとかもね、はい、されてるんでね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 See you.